2022年1月プレゼント企画抽選会、はい、本日はブッフェドビジュ最終日ということで、スタッフ全員がこのようなカフェ風の制服でお送りしております。今回のブッフェドビジュでは初のこちら化粧石鹸がお披露目となりました。こちらはどのようなものなんでしょうか。はい、サポンドビジュ石鹸はラベンダーとグレープフルーツの香りをまとわせた透明なアミノ酸石鹸です。畑店長、この香りいかがですか。はい、とっても癒される香りですね。はい、爽やかでいいですよね。はい、この中には厳選した宝石を閉じ込めているんです。こんな風に宝石を見たことはないですよね。はい、そうですよね。観賞用にもいいですし、宝石を実際に取り出してアミノ酸石鹸として使用されても OK です。もちろんジュエリーに加工することもできます。こちらのサボンドビジュ石鹸はルシル系グループの店頭でご覧いただけますので、ぜひご来店をお待ちしております。それでは抽選会のスタートです。まずはみほたんが選んだピンクトルマリンです。はい、恋愛最強のお守りと言われているピンクトルマリン、どなたに当たるんでしょうか。ではルーレットスタートです。ストップ。さくらもこ様です。おめでとうございます。はい、続いてははるたんです。上質な宇和島真珠2玉、どなたに当たるのでしょうか。それではルーレットスタートです。ストップ。あやめ様、おめでとうございます。ラストはゆったんの番ですよ。はい、永遠の輝きと言われるダイヤモンド、どなたの手に渡るのでしょうか。それではルーレットスタートです。ストップ。愛猫様、おめでとうございます。改めまして当選者の方はピンクトルマリン、さくらもこ様、宇和島真珠はあやめ様、ダイヤモンドはあいねこ様、おめでとうございます。当選者の方にはアプリチャットにてご連絡いたします。さあ、また来月のプレゼントも楽しみですね。はい、はい、サボンドビジュのインスタも立ち上がりまして、ホームページ上でもサボンドビジュ石鹸の販売も開始いたしました。概要欄に詳細を貼っておきますので、ぜひご覧くださいませ。それではまた次回のプレゼント企画でお会いしましょう。バイバイ。